機。どう？すごいでしょ。パパに買ってもらった最新式次世代デジタルカメラ。人気がありすぎてなかなか手に入らないんだぞ。で、どこが次世代なんだ？普通のデジタルカメラじゃない。なんなん、ドラえもん。だけど次世代は撮った写真をすぐに加工できるんだ。こうしてこうしてちゃちゃいのちゃいっと。どうこれ？おやや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 。わあ、まんまタヌキだ。タヌキにしか見えない。確かに。のび太くんがいて。そうだ、のび太のもあるよ。笑われた。たまにはやられたらやり返すくらいの根性を見せてごらんよ。どうやって？こういう時はタヌキ。さあのび太くん、このメガネと尻尾をつけて。ドラえもんまでバカにして。話は最後まで聞けって。昔からよくあるでしょ、タヌキが人を化かしたって話。化かす？そう、真っ昼間が夜になったり、知ってるところで道に迷わせたり、石地蔵を怪物に見せたり。このタヌキをかけると思い通りに人を化かすことができるんだ。へえ、ちょっと貸して。おい、僕を化かすのは、のび太か。はい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 。これであいつらを化かしてやろう。確かここを曲がれば商店街だったはず。あれ、変だな。うちの近くにこんなところあったかな。どうも道を間違えたみたいだぞ。一旦引き返そう。あれ、さっきもここ通って右へ行ったような。あ、こっちかな。あ、ここだ。そんなバカな、間違えるはずは。冗談じゃないよ、こんなうちのそばで迷うなんて。ここも。いや、なぜ。一体ここはどこなんだ。ママ、お
お兄ちゃん何してるの？道に迷った。新しい遊びかしらね。簡単に化かされた。どうしよう、もうすぐ日が暮れちゃうよ。ようこそおいでくださいました。おー、綺麗な人。君、こんなところに一人で住んでて寂しくないの？何言ってるのよ、スネオさん。寝ぼけてるの？ん？わー、うまそうなおかゆが煮えてますな。おかゆ？あへー、道に迷った腹べこなんです。ぜひごちそうしてくれたい。どうも変だと思ったらお前はタヌキだな。待て、タヌキ、尻尾を見せろ。スネオさんのエッジ。待て、化けの皮を剥いでやる。おいでりりりり、なんだ。やったね、のび太くん。よし、次はジャイアンだ。今に道に迷って泣き出すぞ。おかしいな、ここも行き止まりかよ。ありゃ、また同じところだ。うちのそばにこんな面白いところがあったなんて。いやっほー、探検だ。お、あれはなんだ、100円ミッケ。なんか楽しそうに見えるんだけど。これからこれから。ありゃ、もう夜か。なんか腹減ったな。ん？こんなところにボロ屋が。来た来た。ようこそいらっしゃいました。さぞお腹がお好きでしょう。さあさあ、どうぞお召し上がりくだされ。おお、おかゆか。もっと腹にたまるもんねえかな。おにぎりがあった。あごちそうさまでした。やられっぱなしで返すなんて。もう頭に来た。思いっきり脅かしてやろう。これこれ、旅の方。
最後に面白いものをお見せしましょう。食べちゃうぞ、ポンポコリン。どら焼き返せ、ポンポコリン。そうか、お前らタヌキだったのか。タヌキの分際でこの俺様を化かしやがって。ちょっとポンポコリン、懲らしめてやる。どうしたのよ、二人とも。タヌキみたいな顔して。ママまであんなこと言ってる。